推しはどう？制作中の絵、文化祭に間に合いそうかな。あの、カオル子様はいらっしゃいませんけど。カオル子さんはもう提出済みだよ。だから今日はお休み。これが完成した絵。わ、さすが。素敵。うっとり。じゃあ皆さんの進行具合を見せていただいてもいいかしら。はい先生、私は完成させました。この部屋から見た風景画です。うん、さすが部長、しっかり描けてますね。ありがとうございます。部長として当然です。他の子たちはどうかしら。私はもう少しで完成です。うん、どれどれ。あら、かわいい。空飛ぶピンクの小豚ちゃん。はい、可愛くなるよ。頑張って描いてます。うん、この調子で頑張るんだよ。じゃあ次はみなも見せて。はい、これです。うん、みなも、これ花びら？はい、桜の花びら5枚です。なんでこれだけ？背景も塗り込まれてないし、せめて空とかは？油絵の具とかの画材が思ったより高かったから、だからちゃんと塗り込めなくて。だから今まで制作過程あまり人に見せたがらなかったのね。描くのは好きなんですけど。まあこれも味ということにしましょう。さあ次は。はい、最後は私ですね。こんな感じに。あれ、これカオル子さんのタッチっぽい。はい、憧れのカオル子様にできるだけ近づきたくて真似てみました。いかがでしょう。似てない。はあ、うん、どこか違う気が。はあ、はい、違いますね。はあ、やっぱり遠くを呼ばない。しくしく。でも村雨さんには村雨さんの良さがあるわ。そこを大事に頑張って。はい先生、ありがとうございます。 Okay then, how's my piece look? さらっと私たちの輪の中に入ってるけど、あんた誰？ I'm just a guy passing by. Come on now, give me your thoughts. うわ、なにこれ、超下手。何が書かれているのかわからないわ。絵を見続けていたらめまいが。これはその人に見せること自体はばかられるもののような。天蔵様、時々美術部のお友達と絵を描いているとおっしゃっていたけど、これは
公害ですね。The art world is a cruel place, huh? それ以前の問題です。さて、得体の知れないものが描かれた絵は少し横に置いといて、ドキドキフィールドを展開しますから、パタコのためにちゃっちゃとやっちゃってください。ちゃっちゃと。Come on, give me a break. There, I did it. How's that? That's snappy enough for you? Looks like you can finally see my painting's true charm, but it feels so empty. Tenzo-kun, この絵、文化祭で飾ってもいい? No, that would be a bit much. そんなことないです。あの、私の絵の隣に飾ってもらってもいいですか? ずるい。私の隣を。そのくじ引きにじゃんけんでも。じゃあ中央に一枚どんと飾りましょう。どうかしら。賛成です。いいよね、天蔵くん。In every age throughout history, society underappreciates true art. だから、お前ら教室で練習しなって。もう交代の時間なんだし。そんなぬるい音だったら音楽室使う必要ないって。教室で十分だろ。うるさい。あんたたちこそあっち行け。時間守らないし、ぬるいし、リズム音痴だし。私ちゃんとやってるもの。ふん。それ言うならドラムとベース、どっちもだな。ドラムが走ってベースがとろい、地味にずれてる。ああ、うん、確かによくずれちゃうね。アリさん、もうあんたどっちの味方なの。ごめんごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど。というわけで、いい子だから教室でメトロノーム相手に練習してな。さあ、帰った帰った。ちょっと上手だからっていい気になるな、バカ。あれ、今褒められた。
にいじめてないし。そっちの練習時間終わってこっちの時間になってんのに出てってくんねえから困ってんだよ。ごめんね、ちょっと夢中になっちゃって。マリさん、あんたさっきからどっちの味方なんだよ。あ、葵だ。まああいつ喧嘩になったら加減しねえからな。ふう、ひどい、ダマスだなんて。僕のウサタン、一人反応が違うのがいる。うわー、ほっぺぷっくぷく。その子葵のファンなんだってさ。ももー、決闘だ。うっそうなこと言い出したのは、やめとけやめとけ。喧嘩じゃないわ。今度の文化祭でバンド対決よ。お客の声援が大きかった方が勝つの。勝ったらどうなるんだい。勝った方がずっと音楽室を使えるの。負けた方は二度と使えない。どうすんの。どうするも何も結果見えてっしな。そんなこと言って負けたらどうするの、メイム。そりゃねえべ。やってみなくちゃわからないんだから。 Hold it right there!As Love Heart's manager, allow me to produce this Battle of the Bands. Wow, びっくりした。葵の金魚の糞だ。け、キモいの来た。出てけ、消えろ。何よあんた。っていうか、今ラブハーツの連中、この男子のこと罵倒してなかった？それなのに専属マネージャーって。目がギラギラしてて気持ち悪い。やだ、なんか嫌すぎる。これ以上ややこしいのはいらないわ。っていうかあんたキモい、普通にキモい、マジキモい。帰れ。そうね、ややこしいから出しゃばらないで。気持ち悪いし。やだ。出てけ、バカ、バカ。Ugh, I just said what I thought would sound cool. 火に油注いでますよ。本当に何をやっても迂闊ですね。Yeah, Patako. はーい、行きます。天蔵様、ラッキー。Phew! You just witnessed the full power of my rockin' spirit! Nante atsui beat! Karada ga shibirete kura kura shichu. Wanai da kara! Honto yo! Taman ne!なんだこの熱いリズム。よかった。ふわふわクラクラするね。
Have I convinced you girls of my skill as a producer yet? ちょっとは認めてあげてもいいわよ。バカ。というか、今からもっと練習したいな。ちょっと練習とかする？そうだね。頑張ろっか。音楽室はラブハーツの使う時間だから、僕たちはスタジオ借りに行こっか。よし、オイラたちもガツンとやろうぜ。この高ぶりを音楽にぶつけよう。じゃあ僕たちこれで。おう、そっちも頑張れよ。あんたたちもね。天蔵さん、バイバイ。またな天蔵。あばよ。またね天蔵くん、頑張ってくる。見てなさい、私たちの演奏であんたをノックアウトしてやるんだから。じゃあねー。わーい。 Good grief. Looks like that situation wrapped up nicely.自分で自分を褒めてどうするんですか。バタコ先輩、まだまだですよ。エコロの意地悪。へへへ、I'm such a good producer. In fact, I'm so good, it's scary.よし、今日のグランド整備メンツは揃ってるか。うん、多分。で、分担なんだけど、運動部が揃ってんだから、なんか競技やってそれの勝ち負けで決めるのどうかな。じゃあ短距離走で。それはちょっと、どうでしょうか。だったら何がいいのよ。それはそのフリースロー決めた数でいいじゃん。3本でやろうよ。それもどちらかというと避けてほしいっす。短距離走より長距離がいい。短距離、長距離、中距離、なんでもいいぜ。バチコーイ。だから運動で決めるのはその時間かかったり待ったりするのうざったいから、一斉にドンで決まるのが楽だけどな。別にどんな方法でもいいわ。早く決めて。フリースローでいいじゃん。そんな言うほど待たないし。長距離 42.195 キロ。なあなあ、もう何でもいいよ。さっさと決めようよ。何がいいか決めるのも運動で決める。そんなに運動嫌いで、バレー部3年間どうやって頑張ったんじゃ。はあ、面倒になってきたからじゃんけんとかは。へえ、運も実力のうちですよ。確かにな。それでもいっか。いいですよ。勝つのは俺だから。うん、勝負は勝負だね。僕じゃんけんは負け知らずだよ。絶対勝っちゃうじゃん。
賛成。じゃんけんでさっさと決めちゃいましょう。時間の無駄だわ。運動で勝負できなかったのは残念だけど、勝つために気合い入れるぜ。とその前に、そこ木の陰からこっそり様子を伺っている怪しい男。Me? 今木陰で彼女たちをじっと見ているのは天蔵様だけですよね。 I'm suspicious? そうですね、とてつもなく完璧に。ちょっと、こんなあからさまにスケベオーラ出してるやつを呼んでどうするのよ。整備の人間は多ければ多いほどいい。そして女子の生足を物陰からジロジロと見ていた男にお仕置きしてもいいだろう。このエロ男、そんなことしてたの？ I admit, I was looking at you, but I wasn't looking at your gorgeous bare legs. 最低。ただのエロ野郎じゃん。呼吸やめればいいのに。世界中の女子のために自宅から一歩も出ないでください。いやらしいのはダメだと思う。 These are all baseless accusations. 本当にそうか。神様に聞いてみよう。は？これから全員でじゃんけんをする。負けたやつだけがグランドセービア。わ？というわけで、行くぞ。じゃんけん。ペーパー。チョキ。チョキじゃん。チョキ。チョキ。よし、チョキ。チョキ。チョキ。You've gotta be kidding me. パーがパーで負けるだなんて。神様ったら何でもお見通しね。というわけで、今日のグランド整備は君一人でやってくれ、エロ野郎くん。All right then, bring it on. But before that... はい、ドキドキフィールドを展開いたします。やっちゃってください、エロゾウ様。名前違いますよ、パタコ先輩。Okay, how's that? How's that? Not much of a horny little punk now, am I? ごめん、誤解していたようだ。ごめん、だけどあれだ、世界一グランド整備のトンボが似合う男だよな。ローラーのトンボも似合うと思う。うっとりだぜ。コクコク。どんなトンボも似合うだなんて、罪な人。かっこいい、かっこよすぎるじゃん。私は認めないんだからね。そんなうるうるした目で可愛く見たって無駄よ。そんなわけでグランド整備は君に任せた。頼んだぞ。ガンバ。俺、先輩が整備したグランドならどんな辛い練習だって耐えられると思う。頑張ってね。ちゃんとするのよ。期待してるんだから。悪いね先輩。じゃあね、ガンバ。その汗もまぶ
しくて素敵です。じゃあよろしく頼むじゃん先輩。はい、お水あげる。ファイトじゃん。Hey, Pataka-san. Hi. They praised me, but they're still making me do the maintenance by myself. Hi. そうですね。一人で。さっさとした方がいいんじゃないですか？一人で。So, is nobody going to help?